お客様がいらっしゃらない時間帯というのはこちらデジタルサイネージとしてこの画面を活用しています。実際自販機の商品を購入するときはタッチした後に指をかざします。認証が OK になると商品ランプが点灯します。そしてボタンを押すといつも通り自販機に乗ることができます。購入いただいた後は個人を認証していますので、その人向けのおすすめ情報というものを表示することが可能です。ですので、例えば女性のお客様でお花に興味がある方ですと、改めてここで何か入力した